あ、沼澤おはよお、小林、おはよう。う。沼澤さ、昨日の野球見た？ WBC。ああ、なんかリアタイではちょっと見れなかったんだけど、なんかネットニュースとか、そういうので見たよ。あ、リアタイでは見てないんだ。いや、なんかさ、最近のさ、なんか日本のさ、野球熱どう思う？ああ、確かになんかみんな野球の話とかしてるね。うん、え、すごいなんか盛り上がってていいんじゃない？野球ハラスメント凄ない？なんか、どこ行っても野球の話されんじゃん。なんか、野球見たとかさ、めっちゃあのプレー凄かったよねとかさ。で、こっちがさ、見てないよって答えたらさ、非国民扱いされてさ、マジ意味わかんねえんだけど。誰もそんなに野球に興味ねえわっていうね。日本国民全員が野球に興味あると思うねボケがっていう。もう嫌になっちゃって本当おー、そうかな。僕は野球ハラスメントとかは感じたことないけどな。でもあんなに盛り上がってるってことは面白いんじゃない？で、なんかね、見ててもなんか試合が面白くないんだよね。うん。そのなんか、日本が強すぎて燃えないんよ。うん。まあ、そもそもその野球の何がいいかわかんないんだけど。で、なんか、大谷翔平？だからなんか知らないけどさ、野球でヒーローみたいな。大谷さんみたいな感じでなんか、もてはやされてるでしょ？うん。そういうの僕はどうなのって思う。いや、大谷選手すごいじゃん。二刀流で打つこともできるしさ、投げることもできるし。しかも顔もかっこよくてスタイルもモデル並み。なんか漫画の主人公みたいじゃない？ え、あのさ、大谷ってさ、28歳なんでしょ？え、これ言ってるのか？言ってるのかな？言ってるのかな？あいつのさ、大谷ってさ、なんかさ、高校生みたいなガキフェイスしてない？ 正直あの、28歳であの顔は気持ち悪くない？正直、その、28歳っていうさ、まあ、その、世間一般的には完全に今その成熟した大人っていうはずなのにも関わらずさ、すごいなんか、子供っぽいクソガキフェイスでさ、すごいなんか、嫌悪感を覚えるっていうかさ、マジなんか、ネオテニーって感じ。あ、そう、ネオテニーっていうのは、その、幼児成熟って訳されて、その、完全に成熟した大人の状態なのにも関わらず、すごいなんか、子供っぽい見た目で、まあ、なんかすごい、ガキンチョみたいな 意味で、うん。あ、ちなみにそうそう、ツイッターね。いや、大谷選手は普通に顔かっこいいよ。小林の方がガキフェイスで中学生みたいじゃん。ネオテニー小林じゃん。あ、これ褒めてるからね。まあ。あ、でも、あれでしょ？なんかさ、テレビでさ、やってんじゃん、大谷ってよく。なんか、スポーツ選手としてはすごい人なんでしょ？なんか、僕は正直あんまわかんないけど。で、なんかさ、特集でさ、なんか大谷選手のなんか年俸はみたいなやってんじゃん。うん。でもさ、なんかさ、28歳でさ、なんかあんな大金さ、まあ、稼いでにも関わらずさ、なんか、女とも遊ばず？で、酒も飲まず？で、ずっと野球しかやんねってさ、正直きつくね。絶対童貞でしょ。絶対ね、大谷翔平で童貞だよ。あの澄んだ瞳は絶対童貞だよ。え？何？ 28 歳でイケメンであんなに大金稼いでる大谷選手に嫉妬してんの？しかも大谷選手に非の打ちどころがないからって、本業である野球に真摯に向き合ってるところしかディスれないの、草。逆張り批判小僧の小林をもってしてもそんなディスり方しかさせない大谷選手ってやっぱすごいんだな。小林な。どうせお前は大谷選手が女遊びめっちゃしてたらしてたで、野球に真摯に向き合えって言うんだろ？野球で実績残して世界で日本を上げてくれてる大谷選手をやっかむなよ。見苦しいぞ。いや、でもさ、なんかさ、その大谷翔平のさ、年俸がさ、ね、年間40億ってのもさ、うん、あれ僕ね、資本主義のバグだと思うんよ。うん。その日本のね、平均的なサラリーマンの生涯年収ってたったの2億なの。2億よ。で、玉投げ遊びをする、まあ、1年間やってるね、大谷翔平って、そのサラリーマン20人分の人生の価値に等しいのかなっていう疑問がね、生じてるんだけど。うん。そんなに平均的なサラリーマンの命って軽いんかなっていう。ちょっと狂ってるよね。これじゃ日本の主演も近いなっていうふうに思うよね。いや、40億以上の価値が大谷選手にはあるだろう。超人大谷選手の引き合いに平均的なサラリーマン出されても需要と供給のバランスが違いすぎだろう。あと、命の価値っていう面では、サラリーマンと大谷選手差はないと思うよ。大谷選手のやってきた実績に価値がついてきてるだけだから。もういいって、惨めにならない？応援できないならしなくてもいいけどさ、頑張ってる人の邪魔とかなやせせらのこと言うなよ。いや、でもさ、そのさ、玉遊びしてるだけでさ、億もらってんでしょ？うん。このぐらい陰口よくない？ そんぐらい我慢しろよな。うん。だって僕がさ、億もらったらさ、そんな余裕で我慢できるよ、陰口。いや、お前が億もらってからその言葉言えよ。え？いや、億稼いだことないのに勝手に自分が億もらってる絶対に来ないであろう世界線の話されても困るんだけど、その俺が億もらってたら誹謗中傷を我慢できるっていうのは、億もらって、で、なおかつ誹謗中傷を経験して余裕で我慢できた場合のみいいな。
じゃないと、旗から見たらすっごい恥ずかしい人だよ。え、でも、僕だってね、奥もらえる可能性あるよ。うん。例えば、マイマイとか？うん。もし仮にそのマイマイがね、今の野球みたいにね、まあ、市民権得てね、WBC みたいなね、WMD みたいな、ワールドマイマイダンシングみたいなね、その大きな大会開かれてね、で、お金も稼げるんだったらね、僕ね、大谷翔平の人気抜くよ。うん。大谷翔平の年収抜いちゃうよ。うん。だって、僕と大谷さ、どっちがマイマイ強いかって話よ。うん。はあ、まあ、マイマイなら小林の方が強いかもね。でしょ。僕の方が強いっしょ。うん。待ってろよ、大谷翔平。